ジュレイ、うっす。いや、今日はペッペッペッセン。ちょっとそれ終わった。ザッ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 みたいな感じで。それなんかやってとか、社長と二人でやってるの、ずっとやってとかでペッペッペッってなんかじゃないよ。俺やってないよ。一回ぐらいなんか真似してお前のやったよね。ペッペッペッ。はいはいはいかなんか中井だったっすね。中井だったよね。あるある探検団じゃないっす。はい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 って。あるある探検隊ってやつ。そうだな、こいつ。視聴者の皆さん。ちょ、コメント荒らしちゃってましたね。マジしねえ。コメントまずいっすね。コメントまずいっす、コメント。結構刺されやってたんで。コメント。先週来たんすよ。うん。新しい子が。うん。いなくなっちゃったんすよ。いなくなっちゃった。で、面白い話だからね、これ、本当に。突然いなくなった。まあやばいっすよ。働いたよな。はい。行方不明で今ちょっとあの、あれっす。捜索中？捜索願い出してるっす、今。帰ってきてー。本名。どういいのー。YouTube で働いた。ピーだけど。で、そいつが何したんですか。まあ朝、まあ初日ですよ。うんうん、まあ初日、まあ現場来て、うん、なんか面接した時とちょっとなんか態度っていうか、まあちょっと様子がおかしかったんですよ。うん、で、ちょっとまあ僕会って、まあ僕ちょっと現場行かんとこかなと思ったんですけど、うん、面接した時本当すごいいい子だったんですよ。いい子だったもんで、まあ全然経験ないですけど、1年で、うんうん、材料の名前ぐらいしかわからなかったんですけど。まあいいなと思ってで入れてでまあ初日パッああこう働く初日なでまあちょっと様子がおかしいんで、うん、まあ酒飲んどんかなってうんなので、まあ、初日のに初日の日です、はいうん、かまあ二日酔いかなんか分からんすけど、うんうん、まあ眠そうな顔してきてうん多分こいつやる気あるのかなと思って普通に、うん、たまにおるじゃないですかなんか、うん、職人でまあアルチューの人とかああおるな、うん、まあ酒飲んどるだろうと思ったんでちょっとまあ歯してみーとかですよ、うん、全然まあ酒臭くもないもんでうんまあまあでもちょっと不安だもんで、まあいいや、うん、とりあえず行くわ、つって現場に僕一緒に行って、うんうん、まあ8時半から始めて、うん、もう9時半になる前です、休憩する前だもんで、うん、9時ぐらいですよね、始めて30分ぐらいで、うん、ぶっ倒れやがって。で、まあちょっとほんとまあ、その、軽かったんですよ、普通に喋れて、普通に、いや、ちょっとあの、ちょっと偉かったもんね、みたいな感じだったもんで、うん、まあいいよ、もう日陰で休んどけよ、つって、で、僕も手伝っとって。うん、朝さっき30分仕事して、はい。まだ行って涼しい時間だよね。今の涼しい時間帯でしょ本当に日中ですからね、うん、暑い時って本当に、うん、で、まあまあいいよ、もうとりあえず休憩しときゃって、まあ、日陰で休憩させて、うん、まあ水買ってあげて、うんまあ、水飲ましとったんですよ、うん、で、まあ、僕らまあ仕事しとって、まあうん、10時ぐらいでまあ休憩しよっかっつって、うん、で、休憩から戻ってきたらなんかそいつさっきまで座っとったのに、うん、倒れたんですよ、お前ちょっともうこう倒れちゃったもんもうこれやべえ笑っちゃうかけよ、よしよしよし俺ちょっと笑ったら叩かれるからいやだけど、もうなるほど俺も何人も熱中症のやつ見てるおるじゃないですか、でもちょっと、まあ、その時はびっくりするけど笑えるもんな、よくよく究極じゃないですかこうなるのは究極じゃないですか、そこは言ってんのよ、ぶっちゃけまあこれはちょっと俺も大げさにちょっと半分笑いで言ってもいかんけど、はい、まあまあでも、まあ倒れるよなまあでもまあ痙攣まではしてなかったちょっと軽くこうなんかあのこう凍えるとか、なんか寒い時にこうやってはぁーみたいになるじゃないですかお前、そこは大げさにするんだってコメントがまずいこうやってそれはお前、救急車聞くだねな、そこまで言ったら口からカニ味噌みたいなの出してカニ味噌出して震えるって、お前もう動画にしとったら、お前まあ、これちょっと僕、今大げさに言いましたよ大げさに、だいぶ大げさに言ったんですよで、まあ、まあ倒れて、まあ、こうやってバーッとなってお前、何だそれやめろやめろまあ、とにかく倒れとったからな意識あったかな倒れて、意識あってここちょ、お前、長なるってそこ、ほんとお前、長なるじゃん、もう気分がすんとで、まあ倒れとって、うんで、まあ、お前大丈夫かって言ったら、うん、まあ、まあ大丈夫ですって、まあ、意識あるんですけど、怖いじゃないですか、その状態で置いとくのも。怖いな。だから僕もちょっと怖かったもんね、まあ、僕だけまあ普通のトラックじゃなくて、普通の車で来とったもんで、うん、普通の車で病院まで送ってったんですよ。うんうん、で、まあ、そしたら、まあ、なんだかんだで、まあ、点滴打つってなって、うん、で、まあ、点滴打ってもらって、うん、まあ、大体、まあ、2、3時間ぐらいですかね、まあ、2、3時間ぐらいですけど、うん、あ、点滴まで打ってね。そうです。うんで、まあ僕はもうちょっと次の用事があったんで、うん、出るでまたそれ終わってから戻ってくるでああ、そういうことな、点滴打つってねそうですね、うん、で、まあその、まあ、病院の先生にもそのこと伝えて、うん、で、待っとけよって言って、うん、で、戻ってくるわって、うん、そのまあお客さんと打ち合わせが終わって、うん、まあ戻ります、電話しても、まあ電話でもんであ、うん、病院のベッド、病院の中におるんだなと思って病院って、うん、電話できるじゃないですか、うん、僕はもうそれだけ思っとって、まあ普通にまあずっと電話でもんで、うん、行ったらもうあの
ジムの人おるじゃないですか。え、もう帰られましたよとか言って、えっと思ってて、はいや帰ってちゃった、勝手に帰ってちゃった、勝手に帰ってちゃった、普通に、まあ、ずっと電話するわけじゃないですか、で、ショートメッセージ送るわけじゃないですか、何も無返答無返答で初日、働いたら30分だけです連絡はもう取れんの、連絡も取れんす、いいんだけど、はい、お前投げるもんね、俺も本当は知っとるけど、はい、あ、そうなんだとか言ってるけど、早く切り上げてくれると俺もこれ役が大変なんで俺役大変なんでこういう役する、こういう役するそういうことだ、結局、はい、もう一切今も連絡取れないだ、今も一切連絡取れないです、帰ってこーい、26歳です30分は泣いて、なぜか連絡取れなくなって、ヘルマもいないんだよな、もうヘルマいないです何やっとんのっすまあそんな僕ら毎日見に行けんじゃないですか、うち言っても結構おるんですよね、まあ動画で出ない子見れるかな、飛んで、なんかその部屋まで行っても、まあおらんかったりとか電気ついてないとか、で、まあその夜中とかたまたま、夜中っていうかまあ夜とか、たまたま通ると電気ついてるもんで、行くといきなり電気パチッと消えたりとか全然残念あるじゃないですか、俺ようやったわお前にお前なんか電気ついても出てこんねんなテレビついてるのにお前出てこんねんなこうやってするお俺から飛んで逃げとれ、俺が捕まえに来た時にやべえ社長来たやべえって言ったら相当強いぞお前お前、めちゃくちゃ強いぞお前ビンボン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 それもう熱中症で倒れよわそれやばいだろ飛んどる人間限界のことにこれハッ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 ハ経験年数浅くても、まあまあいい子っすかね、まあ喋っとって、なんかハキハキしとったりとか、まあ人裏切るとか、まあ嘘つくとか、まあ騙すとか、まあいじめとか、あの職人って結構いじめがあるじゃん、そうですね、どこの会社かな、はい、トラックの免許はいるの、トラックの免許は欲しいですね、やっぱり、欲しいな、行って、まあちょうど前でも、はい、メンバー頭クラスだな、はい、僕はまあちょっと一人、まあ辞めちゃったのもあるで、はい、まあちょっと行って、まあ忙しいしな、今、うち、まあ今忙しいですね、コロナだけど、本当、まあおかげさまで仕事いただいとるで、はい、まあ足場班としてね、はい、練り替え道場としては、まあまあぼちぼちかなぐらいのレベルだけど、お一人親方でも全然いいです、手間受け、常用、はい、どっち、だから常用ですね、手間受けは、手間受けは、いや、多分もう、その頭さえあれば、うちの職員で回せれるもんで、ああ、そういうことか、まあ、手間受けも全然、ありだよってありですけど、多分今そこまでの物件があるかないかっていうのもあるんで、まあ自分とこ回さなかったね、まあ、そうですね、でそこまでないけど、まあ手間受けも、まあ声かけてくれればってことだ、まあ声かけてくれれば、逆に今そういう時にも声かけさせてもらいますし、手間受けの人を募集してますはいことですね、はい、で、まあ1日分、まあ30分寝てもまあ1日分は給料もらえるんで、はい、まあ1点半日かもしれんけど、もうすごいよ、取りに来てください、はい、取りに来てくださいまたねー、チャンネル登録もよろしくね、お願いします、たまにおるじゃないですか、なんか、職人で、まあ、アルチューの人とか、あー、おるな、まあ、珍獣、珍獣とか特にそうなんですか、珍獣ないけど、もっといや、危ない中毒で、そう、おるでな、危ない違法中毒で、そう、よう働きに来るでな、うち、ほんと、もう、こいつダメでしょ、みたいな、はいとか言って、誰も喋ってないのに、いきなり、はいとか言って、なんか言いました、とか言って、僕、変わったもん、ほんとにあったのよ、社長、昨日、喋りかけてきましたよね、僕に、こうやって、いつ、はい、夜中の1時ぐらいですよ分かるんですよ社長能力ありますよねみたいな本当にあったじゃあもう喋りかけんのお前らあれっす何だろうよねあいつ名前さらっとるしピー入ってますもんYeah.